こんにちは。イエーイ。こんにちは、行程ゆなです。イエーイ。はい、というわけでですね、今日はあれ、久しぶりの舞台ショータイムセカンドステージなので、めっちゃ久しぶりに劇場に行きやす、超久しぶりじゃない？そんなこと3日ぶりなんで、超久しぶり。イエーイ。めっちゃさ、今日声の調子超悪いんだよね。エアコンのせいかな。でもシンプルにさ、このさ、なんもなかった期間さ、普通にさ、大きい声とか出してへんかったから、今日久しぶりに大きい声出すから喉びっくりしそう。そう、なんか若干つまんねんな、声かゆめ。ね、そう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 。まあとりあえずね、鼻がめっちゃムズムズすんの、やばい。今緊張してる？だって、全くしてない。そう、緊張はね、何あれするまであんまりしないんですよ、私。始まる直前までマジで緊張は本当にしないから、今も全然してませんね、直前じゃないんで。そう、ひまりの前説始まったら緊張するかな。セリフ出てくるかなっていうことぐらいかな。今日メイク変えましたか？いや、メイクしてない。そもそもにしてないんでね。ちょっと変えたも何もないんですけど。今日は18時かな、開演の刀剣があるみたいです。刀剣ありって書いてますね。刀剣ありでアフタートークありです。なんかこの間しおりさんがずっと出てたんですけど、3日間ぐらいかな、その時にアフタートークでなんか誰が淳が一番似合うか選手権みたいななんかやったらしくて、超なんかそれが面白かったらしく、
すごいなんかそのグループがあるんですけど、そのショータイムのめっちゃその楽しそうな写真がめっちゃたくさん送られてきて、そのあのメンバーがね、あのアツシのズラかぶってるやつ、そう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 、めっちゃね、なんか千代さんさあ、そういうのさ、すごいさ、うまいじゃん、そういうバラエティー班だからさ、めっちゃうまいじゃん、そういうの。なんか劇中もさ、いろいろやったって言ってたからさ、すごいなって思う。うちはあんまり劇中で遊べないんだよね、あんま得意じゃなくて、アドリブがあんまり、そんなに今まで舞台でアドリブをそこまでやったことが本当にマジでない、基本ないくて、そうなんかね、あんまりね、そうそう、トーコちゃんのどこでアドリブやったんだろうってめっちゃ思うんだよね。そんなやるところないんだけどな。そう、めっちゃどこでやったのか超気になるの。なんか他のなんか例えば工場長、あ、まあ、工場長っていうのがあるんだけどのシーンとかは、あれはアドリブなのね、無茶ぶりだから、あれに関しては。でなんか結構トーコちゃんはなんて言うんだろう、もう前半はちょっとウェイなヒール的な役で、後半は結構あのまあトーコちゃんって感じだから、なんかそこまでさ、なんて言うんだろう、なんかね、遊ぶところがないんですよね。なんかあんまりめっちゃふざけてる役じゃないから、なんか結構ふざけられるって言ったら、その工場長とかアツシ結構本当にコメディ、ザ・コメディっていうさ感じなんだけど、トーコちゃんの役でそんなかませるとこあるんかなってめっちゃ個人的に思ったから、どこでやったんだろうと思ってめっちゃ気になるんですよね。千代さんがやったっていう、どこでやったんだろうね、めっちゃ気になるわ。千代さんのやつさ、配信がさ千秋楽しかないんですよ。そう、3日と、あれ挟んだっけ、どっか、あれ、あ、忘れちゃった。なんかカメラ配信がある日が3日と千秋楽と、だったかな、確か4回だったはずだから。そうで、千代さん大千秋楽だからさ、私の方が先なの、千秋楽迎えるのが。そう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 、だからなんていうの、そのあ、ここでこういう風に遊んだんだっていうのが私、うん、見れないんですよ、千代さんのやつ。そうなんで、そうなんですよね、残念。どんな風にやったのか超気になる。千代さんは見れるんですよ、あの私も3日に2回ほど配信やってるから、そう、こういう風に、あ、演じてるのかっていうのは多分見える、見ようと思ったら見えるんです。めっちゃね、見たかったなって思います。ああ、まあでもなんかぶっちゃけ私がそこまで遊ばなくても話的に面白いし、そのなんて言うんだろう、遊べる
メンバーが遊んでるから、なんか私はもう普通にトウコちゃん、私がもうトウコちゃんでいいかなっていうふうには思います。あんまり多分トウコちゃんのキャラクター的にあんまりやりすぎるとえってなっちゃうキャラクターなので、こうなんていうの、アドリブをすごくできるキャラクターではないので、出てくる中でね、本当にアドリブがよく出る、それこそアツシとか、まあ、工場長とかはもうもろそういうアドリブ遊ぶことができるキャラクターだから、トウコちゃんはそういうキャラクターではないので、多分やりすぎるとどんどんなんか言い方とか、そのトウコちゃんのセリフで、まあ、突っ込むセリフとかも、まあ、ちょっとあるんですよ。で言い方とかは変えてもいいけど、何かを付け足すってことはあんまりしない方が軸がずれてくるかなと思う。そうだから千織さんもなんかふざけ、千織さんの場合はなんかそのトウコちゃんはダブルキャストなんですけど、やっぱり千織さんってめっちゃ面白いじゃないですか。だからなんかふざけられる役羨ましいって言ってたんですよ。そのトウコちゃんがそこまでその敵あんまりそういうキャラじゃないから、キャラクター的にね、だからなんかそのふざけられるキャラクター羨ましいって言って、そう、あの千織さんも言ってた。あ、言ってた、千織さんも遊べられる役いいなって。え、でしょ、そうそうそう、それね、稽古の時も言ってたんだよね。千織さんはなんかそういう役の方がめっちゃうまそうめっちゃ向いてるよね。まあ、ダブルキャストなんで違うっていうのもまた人がね演じてる、違う人が演じてるから違うっていうのもまた見せ場なんで、なんか二人が同じようにしすぎるとダブルキャスト意味がないっていうか、その違うからね、お互い、そうそう、そこをね、いい、なんか両方もし見た人がいるんだったら多分違うと思う。まあちょっと私はね、その最終稽古の時の演技しか見てないから、そこからまた千織さんがいろいろ工夫して多分付け足したりとかしてると思うのね、言い方だったりとか、なんかちょっとそこの辺は分かんないんだけど、多分そう、あの見たアドリブファイトです。だってアドリブやらないよ私だってやる役じゃないもん、やらないです私は。そうなんで、多分ね見た人はね結構違うなって思うと思います。どうなんだろう、ちょっと私本番の千織さんの演技を見てないからあれなんですけど、そのなんていうの、そう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 、わかんないですけど、結構セリフのね言い方もだいぶ違うと思う、私と千織さん。どうなんだろう、ちょっとわからないですけどね本番はまたもしかしたら稽古の時とちょっと変わってるかもしれないですけど、だいぶね違います。セリフの間の取り方も全然違うから、そう、そうダブルキャストの本当にそういうところですね、見どころ的にはね。本当に私がキスバイトの時ダブルキャスト
の役とかあったですけど、本当にメンバーによってセリフの間の取り方が全然違いました。そう、なんか A チーム、まあ、ハートと星だったですけど、ハートチームのメンバーはこう結構パンパンってセリフを言うっていうメンバーもおれば、結構間を空けてセリフを言うっていうメンバーもいたから、そのなんてセリフの言い方にしろ間の取り方にしろ、本当に演じる人によって全然違うから、そういうところはね、見てる方は楽しいと思う。そう、多分ね、演じてる方はね、若干ね、慣れればいいんですけど、大変な最初の時とかはね、結構大変かもしんない。人によってその間の取り方が違かったらさ、次喋るそのさ、おっみたいな感じにさ、やっぱなったりとかさ、するじゃん。そう、まあ慣れたら何とも思わないんだけど、最初の1公演1公演とかはね、結構そのハート星って1日交代だったから、そうあれだね、もう慣れれば全然何とも思わんけど、なんか今回の舞台もキャストさん、この3日間かな、千代さんでやってたから、私にまた戻った時になんかすごい変、あ違うな、そういえば違うわってなるんかな、どうなんだろうって思ってますね。うん、そう、ほう、15分経ちました？まだか。昼寝するのってしない。44分からやん。あ、15分経ってるやん。よし、終了にしよう。じゃあそろそろそう、終了にします。では私は今日は久しぶりのショータイム、ザ・セカンドステージということで頑張っていきたいと思います。まあ今日来てくださる方はお待ちしております。今日東京ありますんで、よかったら、もう私京都千秋楽10日の12時公演しかないので、まあ、よかったら遊びに来てください。今までで一番セリフが長い役ですね。今まで演じてきた中で一番セリフを喋ったなって今回の舞台が思います。まあ、今までそんなセリフで喋る役をいただいたことがなかっただけなんですけど、今回が一番結構セリフをいただいた役ですし、結構ね重要な役、まあ、ライバル店ということなんで、結構重要な役をさせていただいておりますので、よかったら遊びに来てください。じゃあランキング13位キリアさん、12位ジェリーさん、11位ヒカリ 400X さん、10位チカイシーさん、9位カズさん、今日も頑張ってありがとう、8位アキヒコさん、7位オカヤンさん、6位ヤングさん、5位ナッティさん、4位ワイワイさん、3位タカさん。織姫さんも僕を12日公演当選させてくださいなんて。12日なんかあるんですか。12日サムネイル公演、サムネイル公演あんの12日。あ、そうなんだ。へえ。2位 Y 松さん、アフタートーク楽しみ。それな、アフタートーク何喋ったらいいんか分からんよね、何も知らんけど楽しみですね。そ
素敵な第一話、早太郎さんです。今日は七夕のお願いを叶えてください。お金を、だってもうお金お金しつこい。いつも春太郎さんお金しか言ってない気がする。うん、サムネイル公演だよ。だってコメント見てって。いや、ランキング読んでるからコメントは見れないんですよ、どっちかしか。12日サムネイル公演私出るんですか。知らないんだけど、それえ嘘マジ、えやばい、待ってマジか。え、7月12日ですか。私サムネイル公演出んのマジか。え、マジか、やば、起こさなきゃ。ゲゲゲやばい、やばいよ、やばい、待って忘れたわ、もう忘れたよ。1ヶ月前とかでしょ、だって私出たの。いや、もっと前だわ。6月の2日だからもう1ヶ月以上じゃん。1ヶ月と2週間ほど空いたわ。え、やばい、覚えてない、やばいよ、やばい、やばすぎ、マジか。しかも舞台終わって、舞台終わってすぐじゃん。やばい、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 あーやばいよ。歌詞も思い出さん、また覚えんといかん。立ち位置もちょっと忘れたわ。なんなら振りもあんま覚えてないし。あー、そうなんだ。でも嬉しいな、久しぶりにサムネイル公演出れるんだ。出たいなって思ったんですよね、思ってたんですけど、こんなに急遽に出れるとは思ってなかったんで、ちょっと焦ってます。あ、そっか、そうなんだ知らなかった。そうなんだね、頑張らなきゃ。やばい、ちょっと待って、もう起こさんといけんもんが多すぎて、やばいな、やば、ははは、そっかそっか。あー、そうなんだね。12日サムネイル公演、1回公演ですか、2回公演知ってる、みんなそれ何回公演。でもね、こう劇場公演出れるのはね、めっちゃ嬉しいの。ぶっちゃけすごい劇場公演出たいタイプの人だからめっちゃ嬉しいんだよね一回公演OK。 まあ一回公演ならまだしま、2回公演経験したことないんだよね、サムネイルの。結構きつそう。振り返、あ、振り返公演なのこれ。そうなんだ、そっか。な、じゃあみんな遊びに来てくださいな、久しぶりですよ。私6月の頭ぶりですから、1ヶ月1週間ぶりぐらいなんで、超久しぶりだわ。やばいね、やば、振り起こしないといけないことが多すぎてやばいね。頑張りまーす、イエーイイエーイイエーイ。あ、そうなんだ、ありがとう教えてくれて。マジで知らなかった、私サムネイル公演出ること。あ、なる、クロスちゃん、ゆいな、ルンバ、オカリナ、ゆりーさん、長友ちゃん、カレンちゃんだ。おお、へー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 、来てたわ、連絡、私が見てなかったわ。嬉しいことにまた、また、私忙しくなりますわ。
ありがとうございます。じゃあこの1週間は私もほんと15分しか配信できません。この7日から1、2、3、4、5、6 私もう今日からさ、そのサムネイル公演の日まで、休みの日ないんですよ、1日も。そう、1日も休みの日がないので、いろいろ頑張りたいと思います。イエーイ。じゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。